ライト高崎、交流と創造、輝く街。高崎市は地方都市ですが、大型店、チェーン店、飲食店、何でも揃っているので、暮らすには大変便利です。交通の便も良く、都心へのアクセスも問題ありません。また、道路などもきれいに整備されており、自然に囲まれた子育てにとっても優しい街です。ガトーフェスタ原田の人気は全国区ですが、本社が群馬ということはあまり知られていません。その本社の工場見学では、ガラス越しにガトーラスクの製造工程を見学できるほか、ラインの詳細はパネルやビデオでも見られます。大人も子供も楽しい工場見学。ガトーフェスタ原田の工場見学は、綺麗な建物で気軽に見られる工場見学としておすすめです。高崎市少年科学館は科学展示とプラネタリウムの両方が楽しめるスポット。無料開放されているので雨の日でも遊びながら学べます。小さいお子様にも分かりやすく科学を楽しんでいただけます。詳しくは高崎市少年科学館のホームページまで。少林山だるま寺は縁起だるま発祥の地で有名なお寺です。ここはだるまさんの餌付け体験ができます。願いを込めて世界に一つだけのだるまさんを作ってみませんか。私も楽しく体験できました。